まあ、その今の工務店業界で一番大変だったこととかやらかしちゃったことみたいのって何かありますか？やらかしてしまったところに関してなんですけど、建物の配置を間違えてしまって。世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。スマイル社長こと重松が生徒となり、さまざまなプロから仕事の真実を学ぶ仕事の授業。今回の先生はリフォームをメインとした工務店で活躍中の高橋哲平さん。じゃあここからはですね、まあ、業界の裏話ということでいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、他の仕事では考えられないような業天エピソードみたいのって何かありますか？古民家の天井を張り替える解体工事をした時に、一箇所壊した時に、はい、動物のアライグマなのかなと思うんですけど、もう1個ウッドをもう頭からドサッとかかってっていうようなことはありました。それも天井掘ってやったら自分にかかったみたいな、はい、なるほど。他にもありそうな感じですけど、あったりするんですか？以前やった工事では、戸建てを建てるときに基礎工事があるんですけど、穴を掘ったら骨壺が埋まってて、はい、骨壺の中にまあペットとか骨壺でちっちゃかったんですけど、はい、まあ、それが埋まってたりとか、ほうほうほう、そういうようなのはあります。じゃあ、 今の仕事に就く前のイメージと実際に就いてからの実態とのギャップって何かありましたか？自分もちょっとこの業界入るのが遅かったんですけど、22から24ぐらいまでサラリーマンやってたんですけど、うん、まあ、そこから転職をした時に、うん、もちろん厳しい業界ではあるんですけど、うん、人として温かみがある人たちだなっていうのは感じました。じゃあ元々のイメージはなんかもうちょい厳しそう、ただ厳しくてっていうイメージだった、うん、はいはいはい、まあ、厳しい裏にもこう温かみのある業界なのかなとは。あんまり喋らないし、こう見て覚えろみたいな人が多いけど、実際に喋ってみたら、まあ、そういう方が多いってことなんですかね。そうですね。マイナスに関しては、うん、体力仕事っていうイメージがあって覚悟はしてたんですけど、うん、エレベーターがない10階建てのマンションとか、うん、古いマンションがあるんですけど、エレベーターないんですか？エレベーターなかったりするんです。古いマンションだと。それをとにかく1階から10階まで荷物を持って材料を持って遊ばなきゃいけないので、うん、そういった面に関してはちょっとこうびっくりしましたそれ結構ハードですね、はい、じゃあもう何十往復みたいな感じですか？何十往復してもう1日が終わると、材料を入れ込んでおしまいっていうこともありました。じゃあちょっとその流れで聞きたいんですけど、まあ、その今の工務店業界で一番大変だったこととかやらかしちゃったことみたいのって何かありますか？やらかしてしまったことに関してなんですけど、建物の配置を間違えてしまって、まあ、幸いにもコンクリートを打つ前だったんで、うん、どうにかなったんですけど、基礎工事をやってる時に鉄筋を中に組むんですけど、はい、その鉄筋を全部組んだ状態で全部位置をずらさなきゃいけない。だいたい鉄筋組んだ状態だと大きさにもよりきりなんですけど、8トンぐらいの重さになってるんで、はい、それを動かさなきゃいけない。それを動かさないと許可が下りない。その時はやっちまったなと思いました。それはどういうふうに対応したんですか？その鉄筋を組んでる外に枠を組んであるんですけど、枠を一回ばらして鉄筋をクレーン車でつっで、違う場所に移動して配置を全部やり直して戻したっていう対応。なるほど。じゃあ、まあ、それでなんとか対応はできたんですね。できたはできたんですけど、はい、そういうミスってよく起こりがちですね。数字の見間違いとか。その確認作業っていうのは親方さんがやってとか、まあ、見習いさんにやってでダブルチェックしたりとかするんですか？ダブルチェックはしたいんですけど、どうしても忙しい時はしないんで、はい、そのまま行っちゃうとか、親方が来れなくて代わりに来た親方の人がしてくれなかったりする、まあ、そういったのが原因で起きちゃうような形。じゃあ、まあ、ご自身でやってる時は本当にもう再三の注意を払って2回3回自分でもチェックしなきゃみたいなこともあるんですかね。いろんな、まあ、業者さんがいっぱいいると思うんですけれども、いい業者さんの見分け方とか特徴みたいのって何かあったりしますか？まあ、人柄を見るのが一番大事なのかなと思います。でよくやっぱり飛び込み営業とかっていうのは、あんまり信用しない方がいいのかなとは思ったりもしますね。正直自分は好きじゃないんですよ。例えば屋根が割れてますよ、うん、違う現場から持ってきたかけらを持ってきて、屋根飛んでますよ、変えた方がいいですよっていう営業もしてるような業界ではあるんで。あ、そうなんですか、はい。じゃあなんかこうポストにいろいろ広告とか入ってたりするじゃないですか、はい、ああいうのはどうなんですか？ポスティングは OK だと思います。
ちろんその営業努力でもあると思うんですけど、はいはい、ただインターホンをして壊れてますよっていうのは、うん、まず信用しないで自分たちが使っていらっしゃる公務店さん、もしくは友人知人の公務店さんに見てもらうっていうので対応はしてた方がいいのかな、うん、やっぱね、嘘ついて壊れてますよっていうのもね、はい、まあ、そういう変な業者もいるから、家にそういう方がもし、ね、飛び込みで来られたら、まあ、要注意という、そういうことですね。じゃあ次なんですけど、これまでで達成感を得られた瞬間っていうのはどんな時ですか？達成感を得られた瞬間は、大きな仕事をリノベーションをさせてもらうもので、すごい古い建物で、うん、正直できるかどうかっていう不安要素がいっぱいあって、どこの柱を抜いちゃいけない、どこを抜いていいのかで、規模的にはすごく大きくて工期通りに行くかどうかも心配だったんですけど、うん、まあ、それをいろんな人、職さんに入っていただいて無事に終えた瞬間がやっぱり達成感を得られた瞬間かなって、うん、無事に工期通りに渡せて、まあ、お客様も納得いただけるものを作れたことに達成感を得られますね、うん、そういう大きい現場、半年とか、まあ、中には1年かかるような現場もあったりすると思うんですけど、受けることによって収入的な魅力もきっとあると思いますし、こう経験としての魅力も出てくるとは思うんですけど、やったことない部分って、まあ、何の仕事でもそうだと思うんですけど、不安とかもいっぱいあると思うんですよね。ただそういうのをやっぱ受けていこうっていう思いなのか、それとも小さい規模のを受けていった方がいいのかっていうのは、なんか違いとかありますか？小さいことも大きいことも両方やっぱ大事であって、うん、小さいことを積み上げていってやっぱり大きなこともできますし、うん、ただ大きいことを自分ができるか不安ばっかりを考えて、うん、受けないっていうのも次のステップにつながらないんで、うん、まあ、両方を身重きを置いてチャレンジする気持ちと小さいことを大事にする気持ちを両方持ってやった方がいいのかなと思います。うん、もう日々のその小さい現場の反復でやっぱり自分もさらに進化していくためにも、そういう新たな挑戦ということを、まあ、やっていくっていうことなんですかね。そうですね、やっていかなきゃいけないんですけど、うん、今現状自分はできてない、まあ、うん、今勉強をさせてもらってて、はいはい、まあ、2級建築士の学校にも通わせてもらってて、うん、そういったところでステップアップっていうところと、そこでやっぱ情報を得て自分で徹底していかないといけないところでもあるんで、重要視にした方がいいと思います、うん、そこに関しては施主さんありきでの話でもあるんですけど、うん、前段階で予定に入ってなかった、例えばじゃあ天井壊した時雨漏りをしてた、それって見積もりをした段階では壊してないと見えてないんで、そこをちゃんとお客さんに誠心誠意でちゃんと伝えて、ここを直さないといけないんで工期が伸びますっていう話をしたりとか、随時お客さんともちゃんとコミュニケーションを取って自分たちで工期をちゃんともらうとかっていう努力をしていけばいいのかなとは思うんですけど、うん、そういった災害ない場合に遅れた場合はやっぱり自分たちの責任なんで、うん、最初見積もりを出した範囲内でどうにかするような考えをしないといけないかと思います、うん、正直ものすごくあると思います、うん、自分なんかその施主さんと直でやらせてもらっていることが多いんですけど、やっぱり施主さんの顔を見れる、まあ差し入ればかりじゃないんですけど、現場を気にかけてくれるっていう気持ちがあることを自分たちが感じ取れれば、じゃあこうしよう、こういうふうに良くしてあげようっていう気持ちにはなりますし、うん、全くほったらかしにされると手抜きでもいいやってなる業者さんもいるはいると思います、うん、なんかこうお茶でも飲んでくださいとかってあると思うんですけど、何が一番嬉しいですか？ですね、自分はこの間寒くなり始めた時期に肉まんが超嬉しかった。あ、まあ、時期によってね、そういうのもあったかいのとかしてくださるとすごく嬉しいなと思います。次なんですけれども、まあ、業界でこう個性的な方とかいたりするのかなと思うんですけど、はい、どんな方が多いとか、こういう傾向があるみたいのって何かありますか？仕事ができる人ほどあまり人と喋らないっていうイメージが強い。もう仕事がすごくできるけれどもあんまり社交的じゃないとか、うんうん、もう自分の仕事だけきちっとやって定時には帰る、黙々とやるようなタイプの人が多いかなと思います、うんうん。いや、僕のイメージなんですけど、なんかこう工務店の方とかこう大工さん職人さんとかってお酒が好きなイメージがあるんですけど、はい、まあ、その辺ってどうですか？そうです、みんな大酒飲みが多かったり、大酒飲み、大酒飲み、夏とかだと特にやっぱりこう汗をびちゃびちゃにかくんで、うん、終わった後のビールっていうのは他の業種で味わえないものなのかなとは、うん、であとギャンブル好きも多いですし、女好きも多いのかな、女好き飲んでそのままキャバクラ
とかっていうのも割と多いんじゃないかなと思います。じゃあやっぱりこうそれだけお酒が好きだから飲む時間も長いってことですね。そうですね、わかりました。じゃあ本当ね、業界の裏話としていろいろ聞かせていただいたんでありがとうございます。なんか工務店を逆にやるためにはどういったスキルが必要とかどういった勉強が必要とか何かあったりするんですか？建築関係のお勉強をすることと、あとは材料に関しての追求。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは Job with Smile。